この薬、最新の研究成果の結晶。マスター、いいところであった。というか探してた。徹夜で実験してたけど、うまく成果出なくて。それで、そう、それでマスターと話せば何かヒント見つかるかなって。あ、無理なら実験台になってくれてもいいけど、どう？よく寝た。今何時？まあいいか。ガーデンから頼まれてた研究やるか。よっこらせ。作業リスト、作業リスト。大型スライムとそれを削るための装置。何に使うんだろう。変装？まあいいや。納期近いし早く済ませよう。スライムの扱いならお手の物。魔力で固める原理を応用してと。あ、でもこれだと高価な素材が必要。必要経費ってことにしよう。予算のことを考えるなんて、私も大人になった。ああしてこうして、この理論を使えばエネルギー効率 18% 上昇。よし、完成。最高の出来。勢いで装置もできたし、ノルマは達成っと。さて、次の依頼は、これは、ん？食べるだけで強くなるグミ。改良版？なんでみんなそんなにグミ好きなの？初期バージョンは栄養価と味のバランスを多少考慮したけど、次はどうなっても知らない。強くなれそうな成分。魔物の血？イノシシの血？あ、王族の血なんかもいいかも。それに食べられるものが全てではない。うん、ミスリル鉱石を細かくすりつぶして入れるのもいいかも。可能性は何でも試すべき。あ、でも味とか調達の大変さが未考慮。ま、いっか。要件に含まれてないし、考えなくても面白くなってきた。開発見送り。どうして？ああ、最近ガーデンの仕事が増えてきたな。昔はもっと自由に研究できたのに。組織が大きくなって開発規模が上がったのはいいことなんだけど、
資金を自由に使わせてくれないし、三つ星もしかして最近儲かってない？次の居場所を探すべきか。その時はマスターは連れて行こう。うん、冗談はさておき、ここからはノルマ達成後の自由研究の時間。必要経費といって予算は確保した。組織のための研究と私のやりたい研究、大事なのはそのバランス。